Psychic Fever TGC, are you ready? This song is called Just Like That。 You be bound down 邪魔ねえ shit 迷う暇ない止まらない全身 I do didn't stop ならいらないエンジンけどたまに周り見て縮停止 Cut down 可愛いあの子したらバカ言えたことどんな粉が待ってても当たり何度も変えちまえよライフもタイプも手ども殺さないなってくれ可愛い顔君振り向いてくれブンラスピーカーまあ雨色くれするけど下がらないフィバラスバラニーダウン Yeah baby just be my best 考えてる日もないけど I'll be thinking about you everyday What is your virtue my baby oh oh 初めてるあの子たち燃えるようなステージけど褒めの君はアーチこないけてるのに反応はいまいち Yeah これ以上させないよ窓ぐこの気持ちに嘘なんてねえのに他の誰にだって負けないのに Oh God 今回だけは女神頼み Yeah I know there's a lot of cards in the world So what we need now Where's the love? Find your love Baby we're on the line Oh oh I just wanna dance make it one tell us something Yeah, どこにでも手の振り up ポポみたい揺れてるよ My tell me baby you be my ride or die いてなかったけがテレパティ気持ちに見任せればいい Yeah baby show me love yeah 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 baby show me love yeah yeah 終わりを見ても君しかいないでしょこの時点手を持てのにまだガッと固め君との距離まだまだ閉じくはまだかな欲しいものでも願い事でも叶えちゃう俺ならラップこすんなくても3つ以上任せな魔法じゃねこれ最近、I know there's a lot of girls in the world So what we need now Where's the love? Find your love Baby, we're on the line Oh, oh, I just wanna dance with you Until the sun come up Until the sun come up Hey, 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 go, hey, go TGC にお越しの皆さん、そして映像で見ている皆さん、盛り上がってますか？イエーイ。皆さんの声もっと聞かせてください。盛り上がってますか？イエーイ。ありがとうございました。サイキックフィーバーです。今回、大阪関西万博2025の、スペシャルサポーターとして務めさせていただくことになりました。こうしてTGC でパフォーマンスさせていただけて、そして皆さんに応援することができてとても嬉しいです。本日はありがとうございます。次の曲は皆さんとより一体感を出していきたいと思っています。皆さんが必ず知っているあの曲でスペシャルなステージをしたいと思っています。皆さん準備はいいですか？いや、もうちょっといけますね。もうちょっといけますね。もうちょっといけるね。もっといきましょう。皆さん、隣の人まで巻き込んで一緒に盛り上がっていきましょう。皆さん、準備はいいですか？キャッ、イェー、準備はいいですか？キャッ、キャッ、イェー。この曲で盛り上がっていきましょう。Yeah. Next song, チューチュートレイン。Let's go! スペシャルゲーム、ラクナスクール。Let's go!皆さん一緒にクラップお願いします。クラップ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 
死ねないと目指すよ。大阪関西万博公式キャラクターのミャクミャクです。よろしくお願いします。ミャクミャク、お願いします。そしてライブで盛り上げてくださったこちらの方々にも再度ご登場いただきましょう。サイキックフィーバーの皆さんです。サイキックフィーバー、サイキックフィーバー、ありがとうございました。素晴らしいステージ、では皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。昨年11月にザ・ランページ、ファンタスティックス、バリスティックボーイズ、サイキックフィーバーの皆さんが2025年日本国際博覧会のスペシャルサポーターに就任されました。ザ・ランページの川村さん、就任された感想をお願いします。はい、すごく歴史ある
日本国際博覧会の2025年スペシャルサポーターに就任させていただきまして本当に光栄に思っております。まあ、個人的にはですね、あの地元大阪で開催というところ ですね、なんかすごく縁を感じてるんですけど、まあ、音楽だったりエンターテインメントを通して僕らもあの精一杯サポートさせていただければと思います。ありがとうございます。盛り上がること間違いないですね。そしてタイを中心に世界中でサイキックフィーバーのジャストライクダットが流行していますけれども、中西さん、はい、TGC での初パフォーマンスいかがでしたか？はい、いやそうですね、本当に今日皆さんの前でパフォーマンスができてめちゃくちゃ嬉しかったですし、まあ、ありがたいことに本当にいろんな国の皆さんからあの反響をいただいているので、あの引き続き頑張っていきたいですし、今日多分初めて僕たちのことを見てくださった皆さんもたくさんいらっしゃると思いますので、もしよかったらサイキックフィーバーぜひチェックしてくださると嬉しいです。すごいね。お願いします。日本だけじゃないんだね、もう世界で活躍されてますからね。さあ、万博はですね、世界中からたくさんの人や物が集まるイベントで、地球規模のさまざまな課題に取り組むために世界各地から英知が集まる場となっています。1970年に日本、そしてアジアで最初に開催された大阪万博は、日本の高度経済成長をシンボライズする一大イベントとなりました。そして2025年の大阪・関西万博は、2005年に開催された愛・地球博に続いて20年ぶりに日本で開催される国際博覧会で、160の国と地域、そして9つの国際機関が参加する予定となっています。すごい数ですよ。地球にそんなにあったんだね。あります、ね、あります。それはまだまだありますね。イタリアやオーストリアなどはコンテンツも発表されていて、各国の文化を体感できるということで、とっても楽しみですよね。すごいっすね。サイキックフィーバーの小初さん、気になる国や地域ありますか？そうですね、まあ、僕たち的にはあのタイでの半年間の武者修行をさせていただいたので、本当に東南アジアを今中心に活動させていただいているんですけど、その魅力であったり、その万博でアジア世界中の皆さんに僕たち自身もお伝えできればなというふうに思ってます。なるほど、アジアとかこれから発表されるコンテンツも注目ですね。ですね。2025年の大阪・関西万博も世界中からたくさんの方々が来るということなので、脈々皆さんに会えるのが楽しみで仕方ないんですよね。あれ嬉しいな。あ、そういう感じの声なんだ。なお2025年4月13日に開幕する大阪・関西万博の前売りチケットは現在大好評販売中です。詳しくは大阪・関西万博公式ウェブサイトをご覧ください。はい、お願いします。ところでミヤクミヤク、今日はみんなとやりたいことがあるの？うん、あるって。新兄さんをやってみたいんだ。何？新兄さんに興味がある。いや、あの積み立てしないですよ、ミヤクミヤク。新兄さん興味ないで。ああ、みんなと写真撮りたいんだ。写真ね。なるほどね。じゃあ撮ってみようか、写真ね。そうですね。では写真撮りましょう。じゃあ写真を皆さんで一緒に撮ろうということで、こっちにいる皆さんもね、一緒に撮らせていただきたいと思います。じゃあ私兼近が2025年大阪・関西万博盛り上がっていきましょうと言いますので、皆さんはおー、いやそんな太い声で低い山賊のみんなじゃないよね。おーって手を挙げていただいて、はい、じゃあちょっと行きましょうか。行きましょう。じゃあ立ち位置についていただいて、どの辺かな、入るかな、どうですか。ちょっと映りたくないよみたいな、写真も映像も嫌だよって人、顔の前で手振ったりしてくれたら嫌でも映っちゃいますからね。そうなの。なんかバイトシフト無理やり変わってもらってここ来てるよみたいな人いるでしょ。いいだろそれは。シフト嘘ついてここ来ちゃってるよみたいな人は顔の前で手振っていただけると。いいでしょってそれは。お願いします。じゃあ行きますよ。はい、おーだよ、みんないける。よしよしよし、素晴らしい。あの一部分素晴らしいよ。それでは行きます。準備いいでしょうか。OK、 行きましょう。2025年大阪・関西万博盛り上がっていきましょう。さあもう一回いきます。2025年大阪・関西万博盛り上がっていきましょう。OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。いい写真になりましたかね。どうでしょう。いいね、さあ、ミャクミャクからお知らせがあるんですね。もっとたくさん写真を撮りたいな。じゃあもう一度並びますので、皆さんあの顔の前で写りたくないよって人は置いていただいて。
本当だ本当。何？もう一回写真撮りたいんだって。あ、そうなの？ミャクミャクが。あ、本当だ。うん。どうすんの？だから、うん、会場のフォトスポットだよね。そうなんです。この後、うん、ミャクミャクが会場内のフォトスポットに遊びに行きます。皆さんとお友達になった記念に写真を撮りたいということなので、ぜひフォトスポットに行ってミャクミャクと仲良くしてあげてください。みんな写真撮り行ってあげてください。お願いします。お願いします。さあ2025年が待ち遠しいですけども、うん、さあザ・ランページのリックさん、あ、リック君、はい、リック君最後に一言お願いいたします。はい、会場のお越しの皆さん、本日は、お邪魔しました。本当にありがとうございました。まあ、サイキックフィーバーとともにですね、まあ、LDH 全体としても、今年はもちろんですけども、昨年から、アジアの国々にも行かせていただいて、活動の幅を広げさせていただいているので、若い世代からですね、もっともっと盛り上げていけるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、初めましての方も多いと思います。これから僕たちに注目していただけますと幸いです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、エキスポ2025スペシャルステージ、ゲストはザ・ランページの皆さん、サイキックフィーバーの皆さん、そして大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー。